今日のコメント、もうチャンネル登録絶対前からしてます。あざざます。前から登録してくれて嬉しいです。いつもありがとう。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回はレッグーザはなぜ6英雄の近くに行っているのかについて考察していきたいと思います。では関係ないけど、本日18時に歌ってみた投稿します。18時からプレミアム公開されるから、みんなよかったら見に来てね。ということで最後まで聞いててください。ハルカットメンバーシップ作りました。メンバー限定のスタンプや限定配信も行うので、よかったら入ってね。特別な歌ってみたも投稿しているよ。レッグーザはなぜ6英雄の近くに行っているのか。今放送されているアニモケ新シリーズは、主人公がリコとロイで、2人はライジングボルテッカーズという組織を仲間に加わり旅に出ています。そんなライジングボルテッカーズの今の目的は、イニシの冒険者のポケモン6英雄を探すことなんですが、1匹目に出てきたのが黒いレッグーザです。このレッグーザはおそらくずっとイニシのモンスターボールの中にいたんですが、リコとロイが出会ったことによりペンダントに反応してボールから出てきました。その後レッグーザは天高く舞い上がり、どこかへと姿を消してしまったんですが、レッグーザの目撃情報をたどってみると、どうやら他の6英雄のところに行っているようでした。なぜレッグーザはボールから出た後に他の6英雄の元へと向かっているのでしょうか。今回はそれについて考察していきたいと思います。僕的に可能性としては考えられるのは2つです。1つ目はイニシエの冒険者を探している説です。レッグーザのボールはロイのおじいちゃんが昔拾ったということで、その後何十年後かはレッグーザはそのままボールに入っていたと考えられます。おそらく昔何かの理由でイニシエの冒険者と6英雄たちがバラバラの場所に散らばってしまって、長らくボールにいたのだと思われるんですが、その後出てきたため、イニシエの冒険者を探して6英雄の元に向かっている可能性はありそうだなと思いました。まあ今のところどうやって6英雄の元へ向かっているのかは不明なんですけどね。イニシエのモンスターボールから発せられる電波的なのがあるのではないかと思います。2つ目の説はレッグーザが6英雄のモンスターボールを解放している説です。レッグーザはリコのペンダントが共鳴したからこそボールから出ることができましたが、これまで見つかっている他の6英雄巨大オリーバとガレルファイヤーはなぜかどっちもボールから出ている状態でしたよね。その前にはレッグーザが近くにいたことが目撃されています。この頃から僕はレッグーザが各地に散らばっているイニシエのモンスターボールから出す役割をしているのかなと思いました。これまでに巨大オリーバもガレルファイヤーもそこにいるという情報はなかったわけですしね。巨大オリーバとかは特に動いていたら話題にもなるはずです。しかしレッグーザの目撃情報があった後に発見されているので、レッグーザがボールから解放している説はあるのかなと思いました。まあこれも今のところどうやって解放しているのか、本当にレッグーザだとしたらなぜボールから6英雄を出しているのか謎なんですけどね。皆さんはなぜレッグーザは6英雄の近くに出現していると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでレッグーザはなぜ6英雄の近くに行っているのかについてでした。ちょっとロールスターちゃん登録してこようさん、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディ。